レシップ株式会社は日本の産業向け伝送品製造会社で本社は岐阜県本栖市にある。主にバス、鉄道車用、自動車用伝送機器の製造及び販売やサインディスプレイ関連機器の製造及び販売などをしている。純粋持ち株会社、レシップホールディングス株式会社の完全子会社である。2002年に社名変更、ブランド名も S, S ライトから新しくラシップとした。1951年にバス用機器製造に参入した当時、最初の製品はバス用蛍光灯であった。路線バスのワンマン化が日本各地で進められていた1970年に運賃箱製造を開始した。1982年よりシンガポールのバス事業者である SBS に 車内用券売機を導入した際にバスカードシステムについても技術研究を開始し、1988年に神奈川中央交通向けに運賃箱一体型のバスカードリーダーをはじめとしたバスカードシステムを初めて納入した。その後、既存の運賃箱に追接可能なカードリーダーなどを製品化しているが、これは他社製の運賃箱にも装着可能となっている。 IC カードシステムが本格的に普及し始めた2000年代に入ると EG1 カードを導入する演習鉄道と共同で NF-3 型運賃箱を開発。これは日本初の液晶画面付け運賃箱である。IC カード導入を機に小田原機器製の運賃箱からレシップ製の運賃箱へ乗り換える事業者も多く EG1 カードを導入した演習鉄道、 ニモカを導入した西鉄バスをはじめ、パスモやマナコを導入した多くの事業者もそうである。またかつては、西鉄バスは、小田原機器製の運賃箱に、レシップ製のカードリーダーを装着していた、営業所もあった。2007年、スイカとパスモの IC、乗車検査ご利用サービス開始に際して、関東 IC バス共通化ユニットを、ジャラムと共同開発した。このほか。 照明の分野では、レイン極間の原理を応用した CCL を開発している。2020年、同社で初となる B2C ソリューションとして、iOS、Android 向けモバイルアプリ、Quick Ride を開発。同年10月16日より、養老鉄道で利用できるようになった。光、電力変換、情報処理というコアとなる3つの事業領域の、 英文等文字を組み合わせた造語、レシップホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。